来週の運勢はこちら。電話占い瞳ワールド、ほのか先生監修、スピリチュアルタロット占い。1月生まれのカードは節制のリバース。心身のバランスを保つことを心がけて。無理はダメ。ラッキーカラーはパープルよ。2月生まれは皇帝のリバース。物事に柔軟に対応するよう心がけて。5月生まれは愚者。友人や家族と旅行に行くと吉。楽しんでね。6月生まれは女強行。落ち着いたコミュニケーションを心がけるといい時期になりそう。ラッキーアロマはカモミールローマンだよ。7月生まれは太陽。コミュニケーションがうまくいきやすい時期なので頑張ってみて。9月生まれは悪魔。視野を広く持つことで冷静さを取り戻せるよ。ラッキーアロマはシダーウッドだよ。10月生まれは力。ビジョンを持って物事を進めることで目標を達成しやすい時期。レッツトライ。11月生まれは鳳凰。自分の心に素直になってコミュニケーションを心がけてみて。来週の運勢でした。詳しくはホームページをご覧ください。